ごきげんよう、ゆきたわです。本日はですね、アンコアキッズファイルですね、ガチャ引いていこうかなと思います。こちらですね、戦略的共同開拓契約等の方を課金しまして、アンコアキッズファイルの方が20個以上ありますのでね、こちら引いていこうと思います。狙いはですね、ティアー表のですね、上位にある監修が当たったらいいかなと思いますね。あとサブモデルも私あんまり持ってないのでね、うまく被ってね、サブモデルとか当たってくれても嬉しいかなと思います。こちらのティア表ですね、ベテランプレイヤーさんの意見とかですね、日本人のプレイヤーさんの意見からですね、PVP の使用感をもとに作られたものになりますね。評価基準とかはですね、使い勝手の良さだとかですね、生存性をベースに体感性能とか対空火力ですね、汎用性とか盾の性能とかを基準にランク付けされたものになりますね。よし、それでは1個目です。残念。さあ、諦めずに2つ目いきます。さあ、いいの来て。はい。巡洋戦艦の研究ポイントですね。はい。じゃあ、3つ目いきたいと思います。さあ、なかなか渋いですからね、このガチャ。はい。ノマ来た。ノマか。さあ、ノマですね。サブモデル行きましょうね。一発でいけるかな？さあ。さあ。よし、一発できた。ノマ一発でゲットです。いやー、よかったよかった。当たったのこちらですね。ノマのサブモデルということで。補修 UAV 搭載ですね。ノマの B 型ということで、TI 表では A ですね。よし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 。幸先はまずまずだぞ。よし。どんどん行きます。はい。駆逐艦の研究ポイントですね。よーし。さあどうだ。なんかいっぱいあるな。お、コンスタンティヌス級が当たった。いいですね。コンスタンティヌス級の巡洋戦艦当たりましたね。はい、コンスタンティヌス級ですね。コンスタンティヌス級ということで、ティア表 S プラスですね。もう終わっても良さそうな感じもしますけどね。続けてきます。よーし、順調だぞ。よいしょい。まあそこまで甘くはないですね。さあどうだ。よいしょい。なんかまたいっぱい出たな。 CS か。CS のサブモデルですね。本気巡洋艦行ってみましょうか。はい。さて、どうだ。あー、残念 20%。外しましたね。まあ、サブモデルね、20% で外したところで続けてきます。なかなかね、サブモデルってね、20% で止まるとね、悲しいですよね。駆逐艦の研究ポイントですね。さて、どうかな。はい、どこひょい。よいしょ。こちらもですね、駆逐艦の研究ポイントでしたね。よし、気分を変えてね、どんどん行きましょう。ほい、艦載機来て。艦載機はしかし当たらないな。私空母はあれど艦載機がなくてですね、本当に運用できてないんですよね。艦載機、あれ来ないな。困りましたね。ガチャもね、いろいろ分けてくれればいいのになとか思ってしまいますね。艦船系とですね、こう艦載機とかですね、そういうの分けてもらえればね、こう狙い通り行くんですけど、あまりこのゲームピックアップとかもないですね。さて、艦載機も来てちょうだい。駆逐空間あ違いますね。護送艦の技術ポイントでしたね。さあ、どうだ。
はい。こっちもですね、駆逐艦の技術ポイントでしたね。あと研究ポイントですね。言えば出ますかね。艦載機、ミストラル、ネピラチェイサ、スポガ。よし。はい。あ、ソーラーホイールかぶった。ソーラーホイールかぶりましたね。工場 UAV システムの方が研究でゲットできるようですね。あ、研究成功率は 100% のようですね。まあこれで確率だったら悲しいですしね。はい。ああ、なるほどね。こんな感じみたいですね。交換。追加しますか。技術ポイントが不足しています。マジっすか。マジっすか。マジっすか、これ技術ポイント使うんすか。 C の2の工場 UAV システムですね。標準工場 UAV を4機搭載。工場 UAV 収納と整備を担い、信号誘導システムを装備って、これすごく外れ臭いんですけど、これあれですね、設計図改造って自分で選べないんですね。これランダムで出るんですね。恐ろしいガチャだ。恐ろしや恐ろしや。よし。なんか外れっぽいようなものを聞いたような気もしますが、まあ気を取り直していきましょう。まあソーラーホイールね、使うのはだいぶ先なので、ソーラーホイールもね、使ってみたいんですけどね、肝心のね、乗せるための護送艦がないというね、大問題がありますので。よし。そろそろ艦載機出てほしいな。はい。巡洋艦の技術ポイントですね。続けていきましょう。さて、何が出るかな。はい。わー、 FG300 か。技術ポイントが研究ポイントですね。まあ技術ポイントでももらっときましょう。よし、気を取り直して、いいの来い。はい、どうぞ。いやー、艦載機の技術ポイントじゃなくて本体の方をください。現在空母が運用できなくて余っておりますのよ。よし、どんどん引いてこう。はい、どうや。あ、巡洋戦艦の技術ポイントですか。いいですね。まあでも技術ポイント自体は 90% で特に差はないんですかね。なんか巡洋戦艦とか空母の技術ポイントって出にくいような気がしてたんですが、気のせいでしょうかね。はい、どうだ。あー、駆逐艦ですね。いや、明らかに少ない気がしますね。まだ12ポイントしか触れてないので12回しか出てないですね。よし、ラスト4。ほい、残念。さて、どうだ。艦載機ノマだ。よし、ノマですね。対空フリゲー？ノマの対空って使えんのかい？ノマの対空はトラッシュって書いてあるんじゃないかも。残念でした。あ、でもあれですね、一発で研究は終わりましたね。はい、一発で当たりましたね。ノマの対空ですね。対空 UAV ですね。まあさすがにノマの対空では厳しいでしょうね。後列の対空ですね。はい、ラスト2です。さてどうかな。艦載機の技術ポイントくらいですかね。
にしてもこのガチャ引いて引くのめんどくさいですよね。これなんかもう一発で先にとこ行かないもんすかね。そこら辺ね、運営さんお願いできればね、これ引きやすいんですけどね。さて次に来てます。ラス1です。さあどうや。あー残念でしたね。やはり今回もフリゲの件技術ポイントですね。やっぱり技術ポイントはフリゲとかのが多いですね。はい、こちらね引けますので、こちら確定ガチャ引いていきたいと思いますね。はい、2つ買えますので2つ買います。いやー、このね確定ガチャがね、安心してるとね、とんでもないもの出てくんですよね。私も何度これでね痛い目を見たことかですよ。はい、コネマラカオス級、新しいやつでしたかね。はい、コネマラカオスの新しいやつですかね。電磁加速砲巡洋艦ですね。はい、コネマラカオスの A 型ということで、ティア表的には B ですね。まあそうですね、キャスの総合型とかと同じくらいということですね。まあこちらのね、あれですね、グレードもまあ体感 B ですね。まあこれですかね、生産コストがちょっと安いくらいですかね、特徴は。ああ、中列の対大型化の高回避率ということで、あれですかね、回避盾みたいな感じで、まあ中列ですけど、多少粘れるのかな。戦略としては周期的集中砲火ですよね。まああとこれですかね、緊急回避システムとかですかね、ここら辺があって回避率が多少上がるくらいですかね。電磁投射砲ですね。単発ダメージ高いですし、まあそこそこダメージは期待できる感じですかね。あとは対空ですかね。自身の位置に侵入してきて敵対する空中目標ということで個別ですね。はい、といったところでね、コネマラカオス級ですね。まあ優先度はそんなに高くはないでしょうね。はい、確定ガチャ2個目です。いやマジで関西機1個くらい来てほしいんだけど。さい、お、来た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 、ストリークス A100。 はい、ストリークス A100 ですね。ストリークス A の対艦型ということで、ティア表 S- ですね。まあいわゆる対空ですね。味方陣形内の全ての艦船に対して僕支援を行うことができるということで、味方全体をカバーしてくれる感じの対空ですね。まあ、これがいるといないとではね、だいぶね防空変わってくると思うので、あ、よかったですね。これはね欲しかったやつの一つなので、やっと当たりましたね。いやー、まともな艦載機が当たってよかった。じゃああとはね、この全部6時間のやつですね。こちらねすごくね研究に時間かかりましてね、在庫として残ってたやつですね。はい、巡洋艦の技術ポイントでしたね。はい、ということでね、今回の当たりとしましては、ティア表 S プラスのコンスタンティヌスとか、あとは S マイナスのストリークス A100 ですかね、こちらとかですね。あとはこちらが当たりました。まあ基本的にね、私微課金なのでね、もうこれ以上は課金しないかなという感じはしますね。といったところで動画ご視聴ありがとうございます。